東照大寺、東照大寺は、奈良市古城町にある岩人が建立した寺院。なんと六州の一つである立州の総本山である。本尊は、土砂な仏、回帰、創立者は、岩人である。井上康氏の小説、天平の田舎で広く知られるようになった、中国、東出身の総岩人が晩年を過ごした寺であり、奈良時代建立の近道、行道をはじめ、 多くの文化財を有する。東照大寺は1998年にこと奈良の文化財の一部としてユネスコより世界遺産に登録されている。俗日本気等によれば、東照大寺は、闘争、元人が天平法寺3年、759年、日破部親の天武天皇大七御子の旧宅跡を朝廷から譲り受け、寺としたものである。 寺名は当初は、東忠正,正代と称した。正代は、サンスクリットのキャターで一さ、司法の意に由来する中国語で、司法から僧たちの集まり重するところを意味した。元人研究者の安藤厚生によれば、僧では漢字でない寺を、正代と称したという。東忠正,正代とは、僧の律を学ぶ道場の意であり、後に、漢学を賜ってから、東正代寺と称するようになった。 万人、688年から763年の土日については、大見の三船船の、東山と上東西電、放十10年779年成立が根本資料となっている。東正大寺の歴史については、同書のほか、正大寺混流演技、江戸時代のものであるが、元禄十四年、1701年、吉住線の正大地と瀬電機などの資料がある。流演は、 上和二年、八百三十五年に、元人の孫弟子にあたる豊康が記した、正代汁気が原本であるが、この原本はすでに失われ、消失したものが、諸辞演義集、五国寺本、第五、寺本に収録されている。元人は、仏教者に戒律を授ける、同志、伝開の師として、日本に奨奠された。戒律とは、仏教教団の構成員が日常生活上、 守るべき、規範、決まりを意味し、一般の仏教信者に授ける、菩薩会と、正式の僧に授ける、愚足会とがある。出家者が、正式の僧となるためには、会談という場で、三死七将という愚会の師三人と、証明し、愚会の儀式に立ち会い見届ける役の構想七人の、元、愚足会を受けねばならないが、当時、八世紀前半の日本では、こうした、 正式の受戒の制度は整備されておらず、受戒資格のある層も不足していた。そのため、官の承認を経ず、私的に出家得度する指導像が増え、会域免除のために指導像となる者もいて、社会秩序の乱れにつながっていた。こうした中、天平五年七百三十三年、検討士と共に徒党した不祥と栄誉という留学像がいた。彼らが、洋衆、元、 チャンスー賞の大民事で、高僧岩人に初めて会ったのは、西暦742年10月のことであった。不祥と栄誉は、日本には正式の、殿会の死がいないので、叱るべき高僧を推薦いただきたいと岩人に、申し出た。岩人の弟子たちは渡航の危険などを理由に土日を、拒んだ。弟子たちのうちに、土日の志を持つ者がいないことを知った岩神は、 自ら投日することを決意する。しかし、当時の航海は命がけであった上に、当時、党から出国することは国金を犯すことであった。そのため、元人、不祥、栄誉らの渡航計画は挫折の連続であった。一回目の渡航計画、743年は、元人の弟子の除海の密告により、船を出す前に発覚し、不祥と栄誉が捕獲されてしまった。 二回目の渡航計画、同年では、船は洋子港を下ったものの強風で難破する。第三点に四回目の渡航計画、七百四十四年は、密告によって頓挫し、船を出すこともかなわなかった。七百四十八年、五回目の渡航計画では嵐に、あって、船が漂流し、中国最南端の海南島まで流されてしまった。陸路洋州へ戻る途中、 それまで行動を共にしてきた栄誉が病死、皇帝の証言も死去、元人自らは失明するという苦難を味わった。753年、六回目の渡航計画で、ようやく来日に成功するが、元人は、当時すでに六十六歳になっていた。検討支線に同乗し、琉球を経て、天平商法五年、五十三年十二月、薩摩に上陸した元は、 翌天平商法6年、754年2月、ようやく、何わず、大阪に上陸した。同年4月、東大寺大仏殿前で、聖武大城天皇、光明皇太后、皇賢天皇らに、菩薩会を授け、寂味、僧に愚足会を授けた。元人は天平商法7年、755年から、東大寺当前院に従した後、天平法寺3年、 七百五十九年、前日のように、今の東照大寺の地を与えられた。大僧図に任じられ、後に山と上の尊称を送られた岩人は、天平法寺七年、七百六十三年五月、波乱の生涯を、日本で閉じた。数え年七十六であった。東照大寺の手立ちは、平城系の右京五条に某に位置した日田部、新能帝跡地で、広沢四町であった。 創建機仮覧は、東西255メートル、南北245メートル。境内の発掘調査の結果、日田武神農邸と思われる、全身建物跡が検出されている。また、境内から出土した古河原のうち、単純な幾何学分の河原、十軒分軒丸河原と十古門軒平河原の組み合わせは、日田武神農邸のものと推定されている。 寺内に現存する二棟のあぜ倉造作り倉庫のうち、鏡像は、日田武神農宅の倉庫を切り妻作りから、寄せ棟作りに改造したものとされている。すなわち、正大寺根流演技、諸事演技集初集に、地主屋奏として挙げられている三棟の蔵のうちの、一つがこれに当たると見られる。他に、日田武神農時代の建物はない。正大寺根流演技に、 寺内の建物の名称とそれらの建物は、誰の造営によるものであるかが記されている。それによると、奈良時代の東照大臣には、南大門、西南門、北土門、中門、近道、経路、主老、高道、八角道三期、直道、検索道、僧子房、小脂肪、温湯室、蔵などがあった。このうち、南大門、西南門、北土門、中門、 近藤は、岩人の弟子で共に来日した、女宝の造営。行動は、平城宮の東朝終電を移築した者、直道は、藤原仲間丸家の死入、寄進、検索道は、藤原清川家の死入であった。藤原清川は、岩人が都日した、際の剣闘士の大使であったが、岩人の乗った第二船と異なり、清川の乗った第一船は遭難して、島へ戻され、彼は、 当の地で没した。藤原清川家の死入とは、清川の家の建物を移築した、もしくは、清川の家族が建築費を負担した、の意に返されている。これらの建物のうち、最も早く、岩人の在世中に混流されたものは、近道であった。近道の混流年代には、諸説あったが、部材の年輪年代測定の結果、781年に、 伐採された材木が使用されていることが分かり、元人没後の発生期末の混流であることが確実視されている。正代千と世伝記によれば、東正代寺の歴代十字は、元人、法はじめ、犠牲、女法、豊康の順となっているが、このうち、第四代の女法の時代に混同を含むランの主要部が混流されたとみられる。主要ランのうち、 最も遅れて混流されたのは、東東で、日本紀略に、公認元年、八百十年の混流とある。平安時代以後、一時衰退したが、鎌倉時代になると、釈迦信仰、釈ャ釈迦の遺骨信仰の高まりに伴って、元人と彼のもたらした釈迦に対する信仰が、復興した。上京は、県仁三年、千二百三年、東正大寺にて、釈迦念仏へを始めた。 還元2年、1244年には、東昇大寺中高の外称えられる角森が入寺している。南大門、1960年の再建を入ると、正面に、近道、国宝、その背後に、行道、国宝がある。かつては、南大門と近道の間に注文があり、注文左右から回廊が出て、近道左右に達していた。近道、 坑道館の東西にはそれぞれ空楼、国宝と主楼がある。坑道の東方には南北に長い東室、東室、重要文化財があるが、この建物の南側は雷道と呼ばれている。坑道の西にあった西室、北にあった磁気道は今は失われている。このか、境内西側には階段、北側には岩神廟、見影堂、地蔵堂、中高堂、本道、 本願殿、東側には、宝蔵、国宝、教蔵、国宝、新宝蔵、等々跡などがある。国宝、奈良時代建流の寺院本堂としては現存唯一の、ものである、奈良、新薬師寺の本堂は、奈良時代の建築だが、当初から本堂として建てられたものではない。2000年から、解体修理、平成の大修理が行われ、 2009年11月1日から3日に、落景行事が行われた。寄せ胸作り、本河原武きで、大胸の左右に守備を飾る。このうち西側の守備は創建当初のもので、東側は鎌倉時代の現行3年、1323年の補作であったが、いずれの守備も劣化が甚だしいため、平成の大修理に伴い、屋根上から下ろして、別途保管することとなり、 屋根状には新しいシビが飾られている。正面七間、側面七間、間は長さの単位ではなく柱間の数を表すで、手前の七間一軒を吹き放し、壁、建具等を設けず、開放とするとすることがこの建物の特色である。吹き放しとなった、同正面には八本の太い円柱が並び、この建物の見どころとなっている。建物は文永七年。 1270年、元稿3年、1323年、元禄6年から7年、1693年から1694年に修理されている。特に元禄の修理は大規模で、創建当初は、たるきのすぐ上に瓦を吹いていたものを改めて、屋根勾配を急にし、木付き、輪ネギを入れ、金製風の小屋組とした。そのため屋根高は、 創建時より2メートル以上高くなっている。外面の各所に打ち付けられた投げ石も、元録材で、創建当初は、現状より、性の低い投げ石が用いられていた。明治31年から32年、1898年から1899年の修理では小屋組の構造を、再度改め、西洋式のキングポストトラスとしている。このように修理が重ねられてきたが、 平成の大修理に伴う調査の結果、当初材が良好に残存していることが分かった。下る木は9割が当初材を採用しており、扉も当初材を加工して使用している。2005年、奈良県教育委員会の発表によれば、近藤の部材には、西暦781年に伐採された日の木材が使用されており、混流は同年以降ということになる。 堂内は、広い部分を占めて、趣味団があり、その上に仏像が並んでいる。中央に、本尊、土砂な仏座像、向かって、右に、薬師如来立像、左に、千寿観音立像の三体の巨像を安置するほか、本尊の手前左右に、梵天、大尺天立像、趣味団の四隅に四天王立像を安置する。仏像はいずれも国宝。薬師如来、 千珠観音の組み合わせは他に例がなく、経典にも見えないことからその転居は明らかでない。東大寺、本尊は、土砂な仏、下薬師寺、畜守観世音寺を、天下三階段と称するが、東正大寺の三尊は、土砂な仏、薬師、観音の組み合わせ天下三階段を表しているとする。説もある。国宝、入り模屋造り、本河原吹き。正面九軒 側面島。平城宮の東朝修殿を移築、改造したもので、天平法寺四年、七百六十年頃、平城宮の改修に伴って移築された。東朝修殿は、壁や建具のほとんどない開放的な建物で、屋根は、切り妻作りであったが、寺院用に改造するにあたって、屋根を入りもや作りとし、建具を入れている。鎌倉時代の建元年、年にも、 改造されているが、奈良時代宮廷建築の唯一の遺構として、極めて貴重である。道内には、本尊未勒如来座像、十分、鎌倉時代と、持国天、増長天立像、国宝、奈良時代を安置する。1970年に新宝像が完成するまでは、道内に多数の仏像を安置していた。また、行動は、僧侶が修学するための空間であったことから、 講師、読者が座る、論議台が置かれる。重要文化財。文化財指定名称は、旧一条院深度の天井及び玄関。元人の肖像彫刻、国宝を安置する、解散期前後の6月5日から7日のみ公開。建物は、幸福寺の有力なシーンであった一条院、廃絶の意向で、慶安2年、1649年の建立。 1962年までは地方裁判所の庁舎として使用され、1964年に東昇大臣に移築された。小平画は岩人像に奉納するため、日本画家東山会議によって新たに描かれたものである。1970年に完成した鉄筋コンクリートの収蔵庫。例年春と秋に期日を限って公開される。近藤にあった木造大日にオ像。 重要文化財のほか、旧行動木彫仏群と言われる、元行動に仮安置されていた奈良時代末期、平安時代前期の一木彫仏像群が収蔵され、一部が展示されている。境内が国の史跡に指定されている。三考京都、三部寺の木造地像、菩薩立像、重要文化財は、東照大寺旧像。天居、2000年。 平成12年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館、所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。平成26年、西室跡周辺などで山菜瓦、白、緑、木の三色釉薬を施した瓦が見つかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。